世田谷線は、東京都世田谷区の三軒茶屋駅と、下高井戸駅を結ぶ東急電鉄の軌道線である。路線図や駅ナンバリングで使用される路線カラーは黄色、路線記号は SG。都電荒川線とともに、東京都内に残っている、軌道線であるが、全線が、新設軌道となっており、都電とは違い、道路上を走行する平洋軌道はない。駅間距離は、 すべて1トル未満。全域間乗車した場合の所要時間は17から18分である。東急電鉄の鉄気道路線で唯一、JR 線との接続や交差が全くない。関7通りと平面交差する西大主道駅若林駅間の若林踏切では、信号が道路と同期している。電車が来たら関7の交通を止めるのではなく、 信号が変わるまで、電車の方を待たせる仕様になっており、電車が信号待ちをする。2007年頃の若林踏切原則乗務員は、運転士と案内係の2名であるが、早朝深夜など一部時間帯では運転士のみの乗務としている。全列車に渡り車掌は乗務しないため、ドア扱い等は運転士が行う。2005年には、当線の運転士及び、 案内係全員がサービス解除士の資格を取得した。列車種別は各駅停車のみで原則として3県、茶屋駅下高い湖駅間の全区間を運行する。ただし、上町駅構内に車庫があることから朝夕に上町発着の区間列車が設定されている。また、 毎年12月と1月の15日と16日に沿線の上町駅や世田谷駅付近で開催される世田谷ボロ市のイベント開催時は臨時ダイヤとなり通常よりも列車の本数を増やして対応している。運賃は全区間均一制で2019年10月1日現在で大人150円、小児8 0円である。 東急電鉄の鉄道各線とは、別立ての線内完結の運賃制度であり、東急電鉄の他の路線との運賃通算、乗り継ぎ割引制度や山下駅で接続する、小田急線号徳寺駅や、下高井戸駅で接続する、京王線との乗り継ぎ割引はない。なお、東急が発行する、回数券方式の株主優待乗車証では1枚で、田園都市線に乗り継げるため、 東路線からは、乗車時に乗務員にその旨を伝えるか、田園都市線からの場合は、降車時に3軒、茶屋駅の友人改札で提示してから、世田谷線改札の運賃箱に投入する。1日乗車券として、世田谷線散策切符を発売している。当日券のみの発売で、大人340円、子供170円。下高井戸駅、上町駅、三軒 茶屋駅の駅窓口で発売されており、前期の駅以外から乗車する場合は、乗車時に、係員に申し出て一乗車分の運賃を現金で、支払い生産権を受け取り、前期の駅で残額を生産して購入することができる。また、横浜中華街旅グルメ切符、東急線、東急バス1日乗り放題パス、東急線、ワンデーパスは当線も乗車可能だが、 これらの乗車券は当選各駅では発売していないため乗車時に乗務員にお得な切符を3件茶屋駅で購入する旨を申し出て運賃を支払い乗車券購入票を受け取り田園都市線3件茶屋駅の窓口で乗車券購入票を提示することで差額で購入が可能である。世田谷線車内にある運賃箱パスもスイカで運賃を支払う場合は 画像中の青い部分に、セタ丸の場合は別に設置されているチェッカーにタッチする。2007年3月18日より、IC カード乗車券パスモを導入し、スイカとの相互利用も可能である。道路線の車両には、パスモスイカご利用いただけますのステッカーが、入り口前に重付されている。導入当初、道路線の定期券が発行できない。 車内でのチャージができないなどの制約があったが、2012年3月17日より、それらが解消された。また同日より、バス利用特典サービスも開始されたが、2021年4月30日を、もって、バスポイント、特典バスチケットの付与を終了した。同日の世田谷線でのパスも定期券発売開始に、伴い、2002年7月7日から導入された。 セタガヤ線専用 IC カード、セタマルの発売が2012年3月16日で終了し、同年9月30日で利用を終了した。セタマルには定期券と回数券の2種類があり、セタマル回数券は利用するたびに運賃に対応するポイントが付加され、たまったポイントは運賃に還元されるようになっていた。利用する時間帯、日時によって、 ポイントの点数を変動することにより、オフピーク回数券や、ド休日回数券と同様の機能を1枚の IC カードで行わせていた。セタ丸導入後も紙式回数券を発売している。セタガヤ線以外の東急線の回数券と同様に11枚綴りで、利用時間の制限がない、普通回数券、12枚綴りで、 平日10時から16時と土日祝日及び12月30日から1月3日の終日に利用できる時差回数券14枚綴りで土日祝日及び12月30日から1月3日の終日に利用できる土休日回数券の3種類を発売しており発売額はいずれも1500円で普通回数券の未承認用もあり800円で発売されている 下高井戸駅、上町駅、三軒茶屋駅以外の駅で乗降する場合は2両編成の運転士がいる1両目の全部、または案内係が配置されている2両目の後部のドアより乗車し、連結部を挟んだ中央部2カ所のドアより降車する。2021年1月18日夜間からは、早朝、夜間帯に2両目の後部ドアからの乗車扱いを取りやめ。 この時間の乗車は一両目の全部ドアのみとなる。運賃は前払い。全域間均一運賃のため、乗車券は発行されない。下高井戸駅、上町駅、三軒、茶屋駅から乗車する場合は駅にある運賃箱で、その他の駅では車内にある運賃箱で、それぞれ運賃を現金、回数券、カード等で支払う。通常は無人駅でも多客時に、 ホームに、係員がいるときはそこで運賃を支払うか、ホームに、備え付けの簡易改札機に、パスもスイカ等をタッチする。この場合は、どの扉からでも乗車できる。路線バスと、同式の運賃箱を使用しており、大人運賃に一人分を超える金額が投入されると、釣り線が出てくる。パスもスイカ等で支払う場合は、運賃箱か、車内備え付けの読み取り部にカードをタッチする。 現金で、小認運賃を支払う場合や、社内でチャージを行う、場合は、運賃箱にある所定のボタンを押してから現金を、投入する。なお、パスもスイカ等で運賃の支払いを行った場合、社内で、カードが反応して二重に運賃が徴収されるのを、防ぐため、一度カードをかざしてから20分以内に再度、カードをかざそうとすると、エラーとなり、運賃の引き去りができないため、 20分以内に再度乗車する場合は運転士や案内係にその旨を申し出る必要がある。1日平均乗車辞任の推移は下表の通り。現在の世田谷線の区間は1925年1月18日に3県、茶屋駅世田谷駅間が玉川電気鉄道の支線の片階路線として開業したのに始まる。同年5月1日には、 残りの世田谷駅下高井湖駅間が開業した。1938年3月10日、玉川電気鉄道は東京横浜電鉄に合併され、玉川線となる。そのため、現在でも玉川電気鉄道の略称、玉川線の愛称であった玉電と呼ばれることがある。1969年5月11日に、玉川線の渋谷駅二子玉川園駅間が、 廃止され、残った市も、高井戸線が、世田谷線に解消された。区間の大半が、新設軌道であり、また平行道路の整備がうまくいかなかったことが、廃線を免れた理由と言われる。これに伴い、大橋の車庫が利用できなくなったため、上町駅のそばに車庫が設置された。また駅名に、玉伝と関していた各駅が、玉伝と付かない、現在の駅名になった。 なお、玉川線の廃止以降、1977年に、新玉川線が開業するまでは、他の東急線と接続しない、孤立路線となっていた。1992年11月11日、三県、茶屋駅前の再開発に伴って、三県、茶屋駅が、元々の位置から若干下高いとよりに移動している。そのため、三県、 茶屋駅と西大指導駅の間は極めて近くなっている。山下駅ホーム。かさ上げ工事した様子が見える。手前はスロープ。1999年7月11日より 300K を導入し、低床車両を採用するとともにホームをかさ上げして、上降時の段差を解消した。かさ上げは全車両が 300K に統一される。 前夜の2001年2月10日の終列車後に、全駅で一斉に行われた。なお、最初に導入した 300K は、旧型の車両と同じようなステップを持っていた。2000年4月1日、世田谷線の鉄道ファンで構成される愛好者団体、世田谷線、サポーターズクラブが発足した。2001年5月からは、線路脇に草花を植える、世田谷線フラワリングを実施している。 これは、車窓からの眺めを楽しくすることが狙いで、年に1から2回のペースで進み、最終的には、下高井戸駅まで到達することになっている。2011年から、東京都交通局の都電荒川線と、共同イベントを実施しており、第1弾は、同年11月に行われた、黄色い電車でハッピーに。である。2013年に、全駅の照明が、 LED 照明となった。2019年3月25日から運行や液設備で利用する電力を100%再生可能エネルギーに切り替え CO2 排出量実質ゼロでの運行となった。東北電力が提供する電力プランを活用したもので再生可能エネルギー由来100%の電力で電車を終日走らせる取り組みは日本初である。 豪徳寺前駅は、宮野坂駅との間に開業した、現在の宮野坂駅に統合された。六所神社前駅は七良県駅との間に移設され、松原駅と解消した。引退時の出母80系現在世田谷線用の車両として300系が10編成あり、全列車がこれの2両編成で運行されている。以前は、 木の床など、昔ながらの路面電車の構造をした車両で運行されていたが、前述の通り、2001年に全て3 0 0系に置き換えられた。その際、台車などの旧車両の一部の部品を3 0 0系に流用している。また、江ノ島電鉄に譲渡されていた旧車両が、宮の坂駅前に生体保存されている。 300K が導入される前の運賃箱は現金をそのまま入れるだけの小型のもので釣り線が必要な場合は両端の乗車口にいる運転士や車掌に現金を渡して釣り線を受け取っていたが 300K 導入時に路線バスと同じタイプのものに変更されている車体の色は玉電カラーの緑クリームをはじめ赤系青系紅系などカラフルで 重編成すべてで異なっている。また、車体にラッピングを施して走ることも多い。AB 軌道信号機が点鉄機のある箇所に、検職されているほか、運転間隔を確保するため立て職されている箇所がある。そもそも走行区域である、世田谷区自体 JR 線が一切通っていない区で、ある。玉川線所属時代を含むと、渋谷駅で接続していた。 ただし、終端駅の3県、茶屋駅と下高井戸駅は一線である。ありがとうございます。